メイキングラバーズ。どうも、平成ヒッピーです。いや、レイナルート楽しかったな。というわけでアコルート行きます。アコ、今日はお前に父さんと母さんから超重要な使命を、例のごとくこの辺は飛ばしていきます。飛ばしたところのストーリーは第1話、2話、体験版編をご覧ください。選択肢、ここはトイレに行くだ。で、かけるの話に乗るとサキさんルート、今回はパス。そしてバイトの件で昨日の店を覗くと真っ白ルートに行きそうだから駅前の方へ買い物に行く。ああ、レイナと出会うところだな。で、女子寮に行ったらレイナルートに行くから、ここでやめておくを選ぶとアコルートに行くんじゃないか。行こう。悪い、やめておく。これはちょっとだけ補足するとあれだね、お母さんから女子寮の管理人をしないかっていう仕事の誘いがあったけど、それを今断りました。今日はここでおとなしく洗濯でもしてるよ。チキンね。そんなに女の巣が怖いのか。いや、女子寮とか住み込みとか今の生活環境ガラッと変わっちゃうじゃん。まあいいわ。それじゃあ私行ってくる。ここの洗い物をよろしくね。ウィー。そのままアコの作ってくれたチーズオムレツをゆっくり食べる。親父も今日は10時頃仕事に行くみたいだし、今日は実家で久しぶりに一人でゆっくりすることにした。待って、なんかスキップがついてんな。さて、今晩は何にするか。午前中は母ちゃんに頼まれた洗濯をし、午後はなんとなくテレビを見ながらゴロゴロしていた俺。綺麗になったリビングのソファーはいい感じで、あんなに寝たのにしばらく昼寝の間にしてしまった。今日はアコのバイトが何時終わるのかわからないので、こうして今は夕食の材料買いに駅前まで来ている。暑い。ちょっと歩くだけでもうめっちゃ汗出てくるな。あれ、ちょっと待って、アコルートじゃないのこれ。ん、あれ、北王子。とりあえず外は暑いし、さっさと地下のスーパーに避難しよう。おい、待て待て、北王子ルート行くの。無駄にいろいろ買ってしまった。生活用品の特売セールがあったので、シェービングクリームとかトイレットペーパーとかを買い込んだ。さすがにこのまま実家まで行くのは面倒なので、とりあえず余計な荷物だけ俺のアパートに置きに行く。いや、嫌な予感しかしない。いや、別に嫌な予感ではないんだけど。ん、おい、北王子。あ、ちょっと待って、なんで逃げるんだよ。例のスーツケースを引きずって海岸の方へ行き、キャキャキャ。なんだなんだ、人の顔を見るなり逃げやがって。ま、いいか、あいつに限ってサボりはないだろう。例のスーツケースってなんだっけ。合コンにも持ってきてたんだっけ。俺よりしっかりしてるのは間違いなさそうだし、あいつもプライベートはなるべく知り合いに見られたくはないたちだろう。深入りするのはやめて、俺で再び実家に戻る。あー、大丈夫か。かさばる日用品だけアパートに置いて、俺はすぐ実家で夕飯の準備に取り掛かった。大丈夫そうだな。カレンルート行かなそうだな。ごちそうさま、お兄ちゃん。私も片付け手伝うね。いいよ、今日は洗い物少ないし。久しぶりに実家で手料理を振る舞った俺。今晩はシラスと枝豆のペペロンチーノを作った。洒落たもん作ってんな。このパスタはアコの好物で、シラスの塩味と枝豆の柔らかすぎない食感がポイントの一品だ。言えばまた作ってやるよ。そんなに手間がかかるもんでもないし。はいはい。そう言ってなかなかこっちに帰ってきてくれないくせに。食器は俺に任せ、テーブルの方をきれいに拭き始めるアコ。俺の母ちゃんも普段から感心しているが、アコは家の手伝いを普段から当たり前のようにやっている。うん、いい子だ。綺麗好きで掃除はまめにやるし、料理も俺や母ちゃん以上に今は得意で、どこに嫁に出しても一応胸は張れると親父も言っている。お前の好きな犬出てるぞ、短足犬。ねえお母さん、やっぱり犬飼おうよ。私ダックスが欲しいの。ダックス、ダックス。
もうあんたもしつこいわね。ダックスならもうそこに一匹いるでしょ。バンバンバン。あんな気持ち悪い犬いらないよ。あんな犬でもね、いざ結婚してみたら意外と愛着湧いて離れられなくなるものよ。あ、ちゃんとお母さんは父ちゃんを愛してるんだな。いいことだ。そんなリアルな夫婦事情なんてどうでもいい。犬か。そういやアコのやつ昔から犬だの猫だの飼いたいって言ってたな。まあでもアコが一番好きな動物はカンガルーだけど。おて、バン、おかわり、バン、チンチン。脱がないでよ、意味わかんない。バン、ほらアコ分裂して増えたみたいよ。増えなくていいよ、私は普通の犬が欲しいの。ああ、今夜も俺の実家は賑やかだ。子供の頃は俺もアコも今よりもう少し落ち着いていたのが今じゃ信じられない。あんたお風呂沸いてるから先に入っちゃいなさい。タオルも新しいの出していいぞ。ヒゲ剃るなら俺のカミソリ使え。いやー、父ちゃんと共用のヒゲ剃り嫌だな。おー、サンキュー。ここはお言葉に甘えて一風呂浴びてくるとしよう。夏場だからやっぱり外に出て汗かいてるし。じゃあ親父カミソリ借りるぞ。借りるのか、嫌だけどな俺。カミソリだけは、カミソリと歯ブラシだけは人と共有したくないけどな。お、レイナと入ったお風呂だ。40度の熱いシャワーを全身に浴びる。実家はいい。親父も母ちゃんもアホなことばっかりやってるし、アコもアコでやっぱり楽しそうに見える。あと1回だけ俺を信じて素敵な女性に会ってみないか。次は対マン。あー、かけるの誘いも乗ったのも遠い昔に感じるな。ここまで私がプライベートで笑顔を振りまいてるのに先輩って一度も笑ってくれない。あ、そっか、この世界線の俺はレイナと出会ってるんだね。誰かと付き合うとか彼女持ちがどうとか、結局どんなにチャンスが巡ってきても俺はいつも当たり前のようにそれを棒に振ってきた。ここ数日もそうだ。いくらかけるがおせっかいを焼こうが、久しぶりに北王子と再会して思ってた以上に会話が弾んだとしても、やっぱり俺はいつも言い訳をして自分に都合のいい解釈をして常に現状維持が関の山。あー、そっか、この世界線は唯一あれだな。あ、違うか、サキさんだけ出会ってないのか。それが終わればまたこうして実家に戻っては安心するとかつぶやいて現実に背を向けている。はあ、ん、どうした？ごめん、嫌だったら。おい、まさか。お、まさかアコ一緒に入ってくれるの？お兄ちゃんと一緒に寝ちゃう、ね、いやー、これいいのかい、アコ。ほら、お兄ちゃん久しぶりに帰ってきたわけだし、私今は夏休みで明日は部活ないから一緒にゲームするとか別に遊ばなくてもずっと喋ってるだけでもいいし。いや、こんなこと妹に言われたらもうドキドキだろうな。そのダメ。アコさ、寂しいのはわかるけどもうちょっと考えろよ。いいや、そんな突き放すなよ俺。今時兄弟揃って仲良く寝るなんてさすがの俺も恥ずかしいぞ。まあ、確かにな、もう22、23でしょ多分俺。いいんだ。え、お兄ちゃん今アコさって言ったもん。ダメな時はいつもお前って言うから。そうなの、今のはオッケーだったの？私もそう言われた時はいつも遠慮するようにしてる。分かってよ、風呂上がって歯磨いたらな。お前もこの後風呂入るんだろ。どうも俺はアコに甘えられると拒めない。自分がシスコンなのは自覚してるからいいとして、これって本当俺が一体いくつになるまで続くんだろうか。お兄ちゃん背中流してあげよっか。あ、アホか、お前あんま調子乗んなよ。はーい、ごめんなさい。とりあえずさっさと体を洗って風呂を出る。この調子でずっといろいろ考えてたら間違いなくのぼせてダウンすると思った。あ、一応補足しとくと、アコと俺は本当の兄弟ではないです。
いいぞ。お邪魔します。夜の11時半、アコがパジャマ姿で遠慮がちに入ってくる。ノックなんてしなくていいぞ、お前朝は普通に入ってくるだろう。そうは言ってもマナーだよマナー、親しき中にも礼儀ありってやつ。アコのパジャマ姿初めて見たな。お前枕は？失礼します。おい、アコが当たり前のように布団の中に入ってくる。同じ風呂を使ったのにアコの方は俺とは違ったシャンプーの香りがする。ゲームするんじゃなかったのか？しないよ、あれ嘘だもん。嘘か。私ただお兄ちゃんにこうして甘えたかっただけ。お前な、こっちの気も知らず本当に安心した様子で俺に抱きついてくる。アコもう抱きついてきてるの？意識しないように顔を背けても、やっぱりアコの柔らかい体の感触が気になってしまう。普通に兄貴失格すぎる。いやー、うーん。それガス欠になったらどうするんだ？わかんない、考えたことないし。電気消すぞ。話が途切れるとアコが少しだけ強く抱きついてくる。こっちは恥ずかしいので背を向けているが、昔はこうして二人で寝ることはたびたびあった。どうした、何か話でもあんのか？お前が黙ってるときってだいたいいつも何かあるときだろう。うん、別にないよ、ただちょっと寂しかっただけ。そうなのか、でも俺たち最近は結構会ってるだろう。そうなんだけどね、でもなんかそういう寂しさとはちょっと違って。しょうがないやつだな。アコの方を向いて寂しいとか言ってるやつの頭を抱え込む。あ、悪い、力入れすぎた。アコの頭をゆっくりと撫でる。普段は絶対にこんなことしないけど、こうしてるとちょっとだけ昔の俺たちのことを思い出す。この家リフォームしたでしょ、だから壁紙もドアもみんな取り替えちゃったの。お兄ちゃんと一緒に描いた今の落書きも、家でかくれんぼした私の部屋の押し入れも綺麗なクローゼットになっちゃって、大人になるってことなのかなって。そう考えたらここ最近急に寂しくなって。あ、まあ俺実家リフォームしたことないからわかんないけど、実家がリフォームされるってそういうもんなのかもね、寂しいのかもね。だからかお前が最近俺の部屋に顔出すようになったの。二人の間に血のつながりはないが、兄弟としての絆は誰にも負けない。俺がそう自分の心に誓ったあの日から、正確には何年の月日が流れたのだろうか。ああ、なんかそういう誓った日、なんか出来事があったんだ。お互いに生活環境も変わり、交友関係も広がり、俺もアコも間違いなく大人になった。人は誰しも変わらずにはいられない。にもかかわらず俺もアコも恋人だけはいない。いや、作らないという方が正しい表現か。私ね、思うの、今のお兄ちゃんには荒領事が必要なんだよ。荒領事？うん、私お見合いとか人からの紹介とか、お兄ちゃんの場合はそういう方向から頑張ってみた方がいいと思う。だって大事なのはどんな家庭を踏んだって当人同士が幸せになることでしょ。だから私、お兄ちゃんはそうやってシンプルに考えた方がうまくいく気がするの。俺、荒領事も無理そうだ。バカだよな俺、彼女もいないくせにまだこうしてお前の頭撫でてるなんてさ。荒領事なら私がしてあげようか。ん？どういう意味だ？この夏の間だけ私がお兄ちゃんの彼女になってあげる。ちょっと待て、悪質な冗談やめろ。だいたい遊びでもな、俺がお前をそんな風に見られるわけないだろう。嬉しい。お兄ちゃん今声震えてる。あと顔もにやけてる。あのマジで勘弁しろ。お前ちょっと様子おかしいぞ。何それ。お兄ちゃんはそんなに私が彼女じゃ不満なの？
当たり前だろう、自覚はしてるけどな。俺のシスコンがこれ以上重症化したらどうするんだよ。しちゃえばいいよ。だってこのままお兄ちゃんに彼女がいないのはかわいそうだし、まずは私で練習練習。はあ、俺は妹の本当の気持ちに気づかないほどバカじゃない。それは向こうも一緒で、この手の話題は本来なら俺たちの間では禁句だった。ただこの場合、アコの言う荒領事とやらが何なのかは想像もつかないが。私、夏の間だけ妹卒業するね。だからお兄ちゃんもちゃんとお兄ちゃん卒業してね。意味がわからん。ひとまずこうして俺とアコの何度目かの夏が幕を開けた。あー、よかった、アコルート入った。いや、なんかさ、アコルートあれだな、こうなんか今までのルートは突然魅力的な女性と出会って、でまあ突然付き合うみたいな、そんな感じだったけど、結局はそこに踏み出せずにうじうじしてて、なんかなるべくして妹ルートに入ったみたいな、なんか一番自然な流れな気がするな。であれだよね、なんか血はつながってないとはいえ妹と兄っていう関係がこうどう彼女と彼氏っていう関係になっていくのかとか、父ちゃん母ちゃんにはなんて説明するのかとか、すげえその辺楽しみだな。駆け引きを研究中、いじゅうゅるにさせて、ガールズカーニバー普通で遊ぼう。あー、コルート楽しそうだな。チャンネル登録よろしくにゃん。